こんにちは、藤田優斗です。僕がこの家に引っ越してきて、約半年経ちまして、引っ越した時から挑戦したいことが一つ、ありまして、それがフロアタイルの張り替えだったんですね。で、ついにフロアタイルを購入したので、今回そちらを貼っていきたいと思います。で、僕ですね、賃貸に住んでいるので、貼るタイプのフロアタイルだと退去時が結構大変なので、今回ですね、置くだけで模様替えできるタイプの、フロアタイルを購入しました。で、僕の動画をね、いつも見ていただいている方は気づいてる方もいると思うんですけど、背景のね、一部がすでに変わってるかと思うんですよ。で、実はあの背景の床一部分だけすでにあのワンセット買ってありまして、それを今敷き詰めた状態なんですね。で、ワンセットね、敷き詰めてみて、質感とかもかなり良かったので、追加で、合計6枚ですね、購入しました。ちなみに今回僕が購入したものはですね、概要欄にリンク貼っておくんですけど、ちょっとかなり重いんですけど、牢屋の置くだけフロアタイルのストーンタイプですね、こちらを購入しました。で、このワンセットが大体1畳分ですね。で、実際に足りるかがちょっと分かんないんですけど、足りなかったら、ね、追加でまた購入しようかなと思います。はい、というわけで早速ね、貼っていきたいと思います。はい、で、今ですね、どんな感じで貼ってあるかって見せますと、ここからあの横側までほんと一部分だけ貼ってある状態なんですね。なので、ここにね、追加して、どん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 貼っていきたいなと思います。中身はですね、こんな感じの、板がですね、それぞれ9枚だったかな、9枚入ってる感じですかね。で、見ていただくと分かる通り、結構ね、表面は割とリアルというか、厚みもかなりあって、質感もあるので、見た感じはね、そんなチープな印象ではないかなと。裏面はですね、ちょっと滑りにくそうな素材になってます。で、これどうやってね、くっつけるのかって説明しますと、これ分かりますかね、ちょっと出っ張りっていうか、引っ掛ける部分が先についているので、これをうまく引っ掛けて、この板と板をつないでいくという感じですね。では早速こちら取り付けていきたいと思います。これ結構斜めに入れてはめないと、なかなかね、引っかかりにくいですね。ちょっとパーツによっては、板によってはちょっとはめるのが難しい板もありますね。はい、今こんな感じでですね、この一面は貼り終わったので、次ですね、こっち側ですね、僕のデスクとかを移動して、こっち側を今度貼り替えていきたいと思います。多分ね、あの斜めの部分がちょっと難しそうかなと思うので、ちょっとやっていきます。
はい、というわけで無事こんな感じで貼り終わりました。床がね変わるだけでだいぶ部屋の印象が変わって見えますね。近くで見ていきますとこんな感じですね。特にですね僕の部屋この窓の部分斜めに、なってるのでうまくねカッターを使って定規を当てながら切ると、まあ、こういった感じで斜めにも切ることができるので、まあ、一人でもね、結構疲れるんですけどこのくらいのレベルであれば全然できました。この端の方とかもねまだよく見ると回りきってないんですけどちょっとね板が最後足らなかったのでまたね後ほど追加で綺麗にしようかなと思います。で板の質感もですねかなり、リアルな感じで全然ね安っぽくはないので、まあ、見栄え的にはね全然いいんじゃないかなと思うんですけど若干まだこう隙間があったりする場所があるので結構ね一人だとかなり体力使うかなと思いますね。でまだ最後ですねキッチンの方板がちょっと足らなかったのでこれもねまた後日もう1セットか2セットぐらいですね買い足して貼り直そうかなと思います。はい、というわけでですね無事タイルの方貼り替え終わりました。やっぱり置くだけのタイプなので貼るタイプに比べるとどうしてもね隙間が目立ってきてしまったり部屋のサイズに合わせてカットが必要だったりとやっぱりハードルが少し上がってくるかなと思います。体力的にもですね一人だとやっぱり結構疲れましたね。特にカットとか僕の部屋だと斜めにカットしたりとかあったのでその辺が特に難しかったですね。価格はですね1セットが約5500円なのでだいたい3万円とか4万円かかってくるかなと思います。価格的に見ればですねやっぱり貼るタイプの方がもっと安く済ますことができるのでその辺気になる方はねぜひ貼るタイプも検討してみるといいかもしれません。タイル自体の重量も結構ありまして質感もね全然安っぽくなく結構リアルに近いような質感なのでその辺ね価格はちょっと高めではあるんですけど、まあ、貼るタイプとね合わせて検討してみてはいかがでしょうか。というわけでこの動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。